ント放送入ってるますか、ね、今放送始めました。じゃあ行きましょうか、ね、ログイン。あらあら、ハレリア、アメーン、アメーン、ハレリア、LTL、ハレリア、LTL、ちょっと、LTL、電動コンサートようこそいらっしゃいませ。これから、コンサートをしますので、お聞きください。それではですね、1曲目は何でしょうか。糸高き頃に栄光が。
どうですか、小さいですか、大きいですか。マイク上に リュウさん、音どうですか、ちょうどいいですか。え、音をどうですか、放送の音。あ、放送の方聞いてなかった。聞いてなですよね、はい、メッセージないですか。あ、メッセージ、もうちょっと、はい、もうちょっと、オッケー。まあ、こうあるじゃあ、元気よく、さあ、三味線を行ってみましょう。Yeah.
Oh, yeah.
難しい。それメッセージしますか。あ、じゃ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 あ、大丈夫。メッセージ、はい、そうですね、放送してるんですね。はい、どうもリスナーの皆様、兄弟姉妹の皆様。あ、こっちですね、ライブじゃないですね。はい、どうもリスナーの皆様、こんにちはかな。今日は木曜日で、LTL では毎週木曜日午後、祈り会、聖書の学び会をしています。リアルで来られる、今リアルで集まってますけども、リアルで集まって、そしてまた今放送でもスカイプの音が言ってると思うんですけれども、全国各地からですね、スカイプ参加で祈り会をしてるんですね。その兄弟姉妹が集まる、インターネットを通じても集まるというのは、本当にその祈り会や学び会というものはリアルになります。リアルじゃないですね、豊かになります。僕たちは今東京小町田ですけど、例えば関西の方もいて、ね、関西の天気はどうだとか事情はどうだとかね、いろんなことがよく分かってですね、それこそ日本全国の状況を把握している教会ではないでしょうか。北海道から参加される方もいたりとかね、本当に楽しい祈り会。そして今日牧師のメッセージは、祈りも楽しくやりましょうということでした。福音というのは本当に喜びなんです。この地上にない喜びなんです。ですから私たち礼拝で踊ったりしてますけど、よくなんだこの人たちはなんて思われちゃったりもするんですけれども、でもそれは本当の喜びをね、表現してイエス様に捧げたいっていう思いがあるんですね。イエス様に捧げたいという思いがあるのと同時に、イエス様が待っておられるっていつも思うんです。賛美を、僕たちが賛美をするのをイエス様が待っててくださるんですね。だからもう 僕はもうすぐそのイエス様、待っておられるイエス様に応えなきゃいけないと思うんです。聖書の最後、ヨハネの福音書の最後に復活したイエス様がですね、魚を焼いて待っててくれるっていうところがあるんですよ。そこでもうペテロはもう脱い、もうなんだ、釣りをしてるとこ、釣りしてたんですよね。ですよね、釣りしてて漁をしてて、もう海に飛び込んでイエス様のところに行っちゃうぐらい、もうそれくらいの勢いがあったんですけど、僕たちももう待ってるイエス様にもすぐ賛美を捧げたいと思って今こうしてしています。肉的な目で見るとなんだろうとか、うまいとか下手とかね、そういうフィジカルな部分やスキルの部分があるんですけども、神様はそういうのを一切問わないんです。神様が問うのは信仰と希望と愛なんです。それしか残らないんです。ですから私たちも常に信仰と希望、愛と愛を持って、賛美をお捧げしたいと思うんです。もう肉的な目じゃないんです。霊的に聞いてください。そしてそうですね、ぜひぜひこのワーシップチームに参加してくださる方も募集していますので、兄弟姉妹の皆様、ぜひこのワーシップ、祈り会ワーシップに参加してください。楽器もね、いろいろと整ってくると楽しいし、何よりも本当に主が待ち望んでおられる、新しい歌を歌う、新しい楽器で主を賛美するっていうのを待ち望んでおられますから、元気の良い賛美を捧げしたいと思います。じゃあ続けて元気の良い賛美あるかな。一応何曲か曲が出てるんですけど、次の曲につなげるように終わった方がいいんだけど、ちょっと今思いつかなくてごめんなさいね。あ、じゃあ Power of Your Love という曲を、やってみたいと思います。よくね、礼拝でも歌ってますけど、これはもう我が心を作り変えたまえ、溢れ出る恵みの中でという、最初の歌いの歌詞になってるんですけども、イエス様はですね、本当に全てを作り変えてくださるお方なんです。人生絶望してる人も希望に変えてくださるお方なんです。悲しみの涙をもう救いの涙に変えてくださるお方なんです。イエス様を信じたら、病も癒されて、健康になっちゃうんです。変えられるというのはそういうことです。変えられるということはそういうことです。この曲のテーマはイエスの愛が私たちを変えるということです。そのような賛美を捧げしたいと思いますので、あれ歌詞出てるのかな、歌詞職人の方いらっしゃるのかな、歌詞が出てたらぜひ一緒に賛美しましょうということで、パワーオブユアラブいきます。
Oh,
ピアノ姿の、ね、
しのために命を投げ出して、その愛を永遠の愛を心に注がれた。Thank you.
1時間もあっという間でしたね。そうですね、あっという間でしたね。え、はい、じゃあ、 あのメッセージをして、メッセージお祈りしましょう、はい、みんなでお祈りしないんですか、祈り会だから。あ、みんなで、みんなで祈ります。みんなで祈ると思います、はい、僕もします。じゃあちょっと短いです、はいはい、本当に愛を伝えたいですね。皆さん、多くの人は神様を知らないということは、愛を知らない、神様を知らないということは希望を知らないということではないでしょうか。私たちは知りました。私たちは本当の愛を知りました。アメン。本当の希望を知りました。アメン。多くの人はまだ知らないのです。希望はないのです。あ、こっちでやる。多くの人は希望はないのです。愛を知らないのです。私たちは、愛を知って希望を知っているので、なんとか伝えたいのです。アメン。伝えたくないですか。アメン。伝えたくないですか。アメン。どうしたら伝わるんでしょうか。私たちが光ることです。輝くことです。希望に、私たちが希望に満ち溢れ、私たちが愛に満ち溢れたら伝わるんではないでしょうか。私たちが証をするならば、その姿を見て、伝わるんではないでしょうか。ですからクリスチャンに責任があります。クリスチャンがですね、イエス様を証しするために、自分が愛と希望に満ち溢れる必要があります。しかし私たちはそれができるのです。愛に溢れることができます。希望に溢れることができます。私たちは、絶えず祈ります。絶えず求めます。そして私たちも、アップダウンがあります。弱い時もあります。しかしもう一度立ち上がります。私たちもサタンに、アタックされます。しかしもう一度立ち上がります。私たちもネガティブが入ります。しかしもう一度立ち上がって輝きます。アメン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 。皆さんもぜひですね、まだ、苦しんでる人、希望のない人、ね、もうネガティブな人、たくさんいると思います。たくさんいると思います。日本にはもう 99% 以上、もう 99.99% 9999ですがもうみんな、ね、真っ暗黒助です。心が真っ黒黒助です。しかし、星があります。イエス様が星です。夜空に輝く星です。イエス様は夜の光です。夜空に輝いてます。アメン。イエス様の光を受ければ誰でも心が明るくなります。イエス様の光が希望です。アメン。イエス様の約束は希望です。アメン。イエス様の御言葉が希望です。ぜひ、皆さん、苦しんでいる方、イエスというイエスキリストという希望を、受け取ってください。イエスキリストという愛を受け取ってください。変わるのです。アメン。私たちのように変わるのです。アメン。変わってほしいのです。アメン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 。じゃあ祈りますか。はい、じゃあ順番に祈りますか。はい、はい、じゃあ祈ります。はい、天の父様、皆あがめて感謝します。今日も私たちはあなたによって全てが保たれています。サタンの嘘はもう本当に嫌なんです。もうその嘘をはげのける油注ぎをください。そしてイエス様の御言葉だけを、聞くことができるその霊的な耳を与えてください。そしてまたリスナーの皆さんにも、その心を開けるようにあなたの愛を、与えてください。あなたが触れてくだされば、心が開きます。私もそうでした。あなたに触れられて初めて、本当にあなたに頼ることが全てなんだということが分かりました。自分に頼るのでは、必ず倒れます。あなたが倒れないお方だからあなたに安心して頼れるんです。そしてまたその証が兄弟姉妹のこの集まりです。本当に、私たちは、あなたによって集められて、そしてまた、それぞれ違う道を通らされましたけれども、こうして同じように音楽を通してまた、それぞれの言葉を通して、それぞれのまた、行いも通して、愛し合うことができ、イエス様を証しすることができます。兄弟姉妹は私たちの宝です。そしてまた、今あなたが集めてくださっているリスナーの皆さんに、あなたの愛が入りますように、そしてあなたの聖霊様が望んでくださって、救われ
われますように、どうぞその証ができるようにしてください。そしてまたこの放送を、させてくださっている、いろいろなツールがあります。あなたが与えてくださいました、そしてまた、そのことに尽力されている方を祝福してください。日本の地を祝福してください、あなたの愛で覆ってください、感謝してイエス様のお名前でお祈りします。アメン。主を感謝します。今日もこうして、兄弟姉妹が集まれたことをありがとうございます。賛美歌歌いました。どうか、心の病んだ方、心が、もう折れそうで、社会の中でも、もう辛いことばかりで、もう一人で立っていけないような方、そういった方々に、主の愛が届きますように。主はあなた方皆さんのために死んでくださいました。皆さんどうかこの愛に気づいてください。主の愛だけがあなたたちを救えられ、皆さんを救うことができるんです。私たちも救われました。この感動を、この愛をどうか、届きますように。このような、交わりの中で、伝道の中であなたを証しできること本当に感謝します。僕も人生、もう真っ暗闇でした。真っ暗闇の中で、あなたに助けられました。どうかまだまだ、多くの方が、あなたを求めておられます。あなたの愛が、また違う形で、一人一人に注がれますように。本当に感謝します。この愛の中ずっと留まれますように、日本が救われますように、主権があなたに返されますように、悪魔から、あなたに返されますように、悪魔がもうこれ以上日本人を、牛耳りませんように、互いに傷つけ合いませんように、愛の中、あなたの神の愛で日本を包んでください。感謝します。イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。イエスキリストの皆によって日本に光をあれ。リスナーの心に光をあれ。日本に希望をあれ。リスナーの方々の心に希望をあれ。日本に愛があれ。リスナーの方々の心の中に愛があれ。愛があれ。光をあれ。命をあれ。イエス様どうぞ愛を与えてください。光を与えてください。リスナーの方々を祝福してください。よう祝福してください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。アメン。アメン。ありがとうございました。アメン。はい、シャロー。シャロー。シャロー。